ブルチョーキングとは2弦5フレット、この音に3弦7フレットのこのチョーキングを合わせていきます。この音とこの音が同じ音になるように弾きます。そして2音同時に鳴らしてみます。1弦、5フレットでもやってみましょう。この音とこの音が同じ音になるようにチョーキングしていきます。ではペンタトニックのフレーズに絡めてやってみます。歪ませてみるとなかなか強い効果があります。またこのダブルチョーキングをこのままの状態でアップしていくとさらに強い効果が出ると思います。フリー系のセッションなどでは半音階でアップダウンしていくことが僕は多いです。やってみましょう。非常に便利なチョーキングだと思います。